ユルバン・ジャン・ジョセフ・ルベリエは、フランスの数学者、天文学者。未発見であった、海王星の位置を計算によって予測した。1811年、フランス西部、マンシュ県の山寮で生まれた。エコール・ポリテクニークでは、ゲイ・イコール・ルサックに科学を学んでいる。後に、天文、特に天体力学に専攻を移し、生涯の大部分を過ごすこととなる、パリ天文台に職を得た。 彼は1854年から1870年と1873年から1877年に多界するまでの2度パリ天文台の大長となっている。1846年にアカデミーでシアンスの会員に選出。1847年、王立協会外国人会員選出。ルベリーへの最も有名な業績は海洋星発見への貢献である。 パリ天文台帳の数学者、フランスワアラゴの勧めによって、ルベリエは天皇防止の軌道運動の観測結果とケヘプラーの高速やニュートン力学から予言される運動との間の矛盾を説明するための計算を行った。彼と同時期にイギリスのアダムズも同じ計算を行っていたが、互いに相手の研究については知らなかった。 ルベリーエは1846年8月31日に計算した結果を同年9月18日にベルリン天文台のガレに手紙で連絡した。9月23日に手紙を受け取ったガレはその晩の観測でルベリーエの予測から一度以内の位置に新惑星と応募式天体を発見し、その後2日間の観測で新惑星であると確認した。今日では 海洋星の発見者は、ルベリエ、アダムズ、ガレの三者であるとされているが、海洋星発見の業績に関して三者の貢献をどう評価するかについては議論があった。ルベリエは、当時原因が不明であった水星の公転軌道の近日点移動についても他の惑星の影響であると主張した。この惑星は、バルカンという仮の名前で呼ばれ、数多くの間違った。 観測報告が行われたが、後に1915年になって、アルベルト・アインシュタインが、この得意な運動は、一般相対性理論によって説明できることを示し、アーサー・エーディントンが1919 19年5月29日の日食の観測で立証した。クリミア戦争の際、国会で暴風で最新鋭の装甲戦艦、アンリ・フォーヨ号を含む、A2 艦隊が壊滅し、陸上の部隊も、 多大の被害を被った。この被害に驚いたフランス政府のベラン、陸軍大臣は当時のパリ天文台長ルベリエに嵐の来週を予測し得るかどうかの可能性について調査を命じた。ルベリエはヨーロッパ中の研究者たちに気象観測結果の提供を要請した。彼は 嵐の位置と進行方向や速度を電報を使って短時間のうちに知ることができれば電報を使って嵐の接近を警告することができると結論した。ルベリーエの報告は意外な発見としてフランスで歓迎されたが嵐が特定の構造を持って移動することはアメリカでは1830年代からすでに知られていたことだった。ルベリーエは1855年2月に 当時の国王ナポレオン3世に組織的な気象観測と通報計画を提出した。ルベリエは気象観測結果の伝報を用いた定期的な国際交換の必要性を各国政府に説いて国際的な即時的気象観測網の設立に尽力した。1856年7月からヨーロッパなどの約30地点の気圧、気温、風向、風速、 天候などを記載した気象報告の毎日の発行を開始した。さらに1863年8月からは等圧線が描かれた天気図の発行と暴風警報業務を開始し、フランスは国の事業として天気図を毎日発行する世界で初めての国となった。この天気図は後の大気大循環図や世界気象図の元となるなど、 気象学の進歩のための貴重な基盤となった。ありがとうございます。